ひろきです。ご機嫌いかがでしょうか。私は元気にしております。さてさて、ガレージバンドで エクササイズ用の曲を作るというこのプロジェクト、楽器選びやテンポや調整の決めも終わって、いよいよ入れていきます。音を入れていきます。やっぱズンバをちょっと入れていきたいと思うので、ラテン系のフレーズをまずイントロにしたいと思います。はい、ラテン系。あ、これストリングスか。おっとっとっと、これだ。ここだ。はい、入れていきますよ。もう一番定番みたいなやつ入れるんで、はい。あ、ちょっとこれもうちょっと細かくなんないかな。ん？違うか。こうか、こうか。あ、これでいいのか。オッケーオッケーオッケー。あれ、細かすぎる？細かすぎる、もしかして。そうなんだ、細かすぎるんだ。オッケーオッケー。いや、ちょっと広げよう。はい。ダン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 みたいな感じ。はい。あ、なんか、おー、長い。こうだな。で、ああ、違う。これでちょっとフレーズ確かめてみよう。はい、いきますよ。ちょっと早いかな。早いな。ちょっとテンポ下げましょう。はい、120ぐらいでいってみましょうか。あ、合ってますね。よし、ちょっと120で作ってみましょうか。はい、じゃあこれの1オクターブ下も作りたいんで、これをコピーして、これの下に持っていって、次に持っていって、で、これをはい、これで再生するとドン、よっしゃ、ぽくなってきた、ぽくなってきた、ぽくなってきましたね。よし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 、じゃあこれを4小節ぐらい続けましょうか。チャチャラチャ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 チャチャ、あれ、で、次、おっとっとっと、これをここに持ってきて、ドン。よし。で、これを、おっとっと、これを、
こうやってやってここに持ってきてドン。あ、なんかちょっとミディリージョンが2つできちゃったな。それは嫌だな、それ嫌だな、それ嫌だ、それ嫌だ。あ、こっちでやればいいのか。デリート、はい、これを伸ばそう、これを伸ばそう、これを伸ばそう、ビヨーンって伸ばしちゃい、ビヨーンって伸ばしちゃい、はいはい、もうこれぐらい伸ばしちゃい、よし。でこれでじゃん、はい、これで16小節ぐらいいってみようか、16小節ぐらいいってみようかね、16小節、よし。でってるってってってるってってってるってってってるって、で音を重ねていこう。5小節目から。だから4小節目まで。これをコピーして、で、ビブラフォンに、ビブラフォン、はい、ビブラフォン、ビブラフォンは、あれ？ビブラフォン、あ、OK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 。で、5小節目から、これで、で、1オクターブ上げる。このラを、ってやると、でやって、で、またグイーンと伸ばして、はい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 。はい。で、これをコピーして、ペースト。コピーして、ペースト。こんなもんいいんじゃないですか？はい、はい、はい、はい。次。次、マリンバも来よう、マリンバも来よう。マリンバ、マリンバ。マリンバ、マリンバ。マリンバは、9小節目から行くか。じゃあ。どうしようかな。けど、ギターどうする？あー、そうだな。じゃあ分かった。よし。これをコピーしてギターのショップバナに貼り付けよう。で、これだけを聞く感じにして再生ボタンを押してみよう。うん、音の高さは多分これでいいはずだよな。ちょっと1オクターブ一応下げてみようか。これで、あ、こっちの方がいいな。こっちの方が深い。よし、これにしよう。よし。で、ここを4小節目までをがっつり取る。がっつり取る。はい。はい、いりません。で、ピアノの出番は5小節目から。で、ビブラフォン、この人、5678、いりません。
いりません。で、この人の出番は9小節目から。これでいいでしょう。で、ギターはこれをコピーして、だからピアノの最初と同じことすればいい。よし。で、9の頭に合わせてこう。よし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 。で、次にマリンバ。マリンバが13小節目から出てくると。で、これを、グランドピアノの1個下でいこう。13小節目。これを、マリンバの13小節目に持ってきて、で、よし、これで聞いてみましょう。いきますよ。セーブしといていきましょう。じゃあ方針転換だな。マリンバさん、もっと活躍してください。もっと活躍してください。もっと活躍、もっともっと活躍。5小節目から来てください。で、もう一回。で、ピアノは9小節目から入りましょう。9小節目から入りましょう。ピアノさんはこれを消します。そしてこの出だしも、やりすぎた。よし。で、ビブラフォンは13小節。おお、何、今の何、これ？ OK。よし。ビブラフォンは13小節目から来てほしいので、ここまでがいりません。カット。カットして、これを縮める。これでどうでしょう？聞いてみましょう。セーブして、再生。これでイントロ決まりました。打楽器とかは後で入れるとして、とりあえずメロディーは入りました。これでいきましょう。出だしはこれでいきましょう。じゃあ今日はここまでにしたいと思います。少しずついきます。では今回の配信は以上となります。また次の配信、または別の配信でお会いしましょう。さようなら。